その短い人生がどんなに過ぎますか。西洋のことわざに20で綺麗でなく、30で競争でなく、40で分別がなく、50で金がなければお前は一生綺麗でも競争でもなく、分別も金もできない人間だというのがあります。これに対して東洋では孔子が、我十有五にして学に志し、30にして立ち、40にして惑わず、50にして天命を知り、60にして耳従い、70にして心の欲するところに従うて、のりを越えずと言っています。東西の観察が大体一致しております。30が肉体の成熟するとき、一応の学業も終えて初めて世に立つときで、それから40まで経験を積みつつ、浮世の波に揉まれると、大抵世間もわかるだけの常識ができて、20代、30代のように、非実際的な理想や誘惑などに陥らなくなる。40になっても各人の天分によりつかみうべき知識、経験、資料、分別には大小新鮮の差は非常にあるが、その経験を土台にして50まで勉強すれば大体の運命が定まる。すなわちその人は貧富貴賤、いかなる天命を持っておるかが決まるべきゴール、すなわち決勝点に着く。そのゴールに到着するのがまず50歳前後だというのである。ご家業の年頃に御たたしになりました。実にありがたく恐れおりことであります。ご家業とは申すまでもなく、一つ文順は忠節を尽くすを本文とすべし、一つ文順は礼儀を正しくすべし、一つ文順は武勇をたっとぶべし、一つ文順は真偽を重んずべし、一つ文順は質素を旨とすべしであります。そうしてこの忠節、礼儀、武勇、真偽、質素の5つの徳を守り行うためには、いつの精神がなければならぬ。すなわち五徳は一斉に帰するので、まことのない行いは皆お詫の飾りにて、何のようにかは立つべきと御悟しになり、しかして最後にこの五箇条は天地の行動、人間の条件になり、行いやすく守りやすしと教えられております。我が民政党内閣はこの難局に直面して、国民経済の立て直しをもって重大なる使命となし、これがために財政の緊縮、公債の整理を断行し、国民の消費節約、金券緑行を奨励し、新解禁の実行に向かってあらゆる準備を整え、国民の協力によってついにその目的を達したのであります。この基礎の上に立って、今日や力を合わせて国民的努力を継続いたしまするならば、我が国の産業貿易は確かに前時堅実なる発展を遂げることができると信ずるものであります。しかし政友会は元来金解禁の実行に反対の意見を有するものでありまして、金解禁ができなければ財界はいつまでたっても安定はいたしません。したがって産業貿易の発展は到底望むことができないのであります。現内閣は常に金の解禁を断行いたしました。したがってこれが前後策については、現内閣がこれに当たるの責任があり、またその資格があるものと信ずるのであります。私は選挙粛清中央連盟理事の丸山鶴吉であります。皆さんどうか今度の府県会議員選挙や衆議院議員の選挙では、全国の皆さんが
打ち揃って従来と違って本当に正しい清い選挙をしていただきたいものであります。これまで選挙にバカに莫大な金がかかるので、議員は当選のその日から金の心配ばかりしておらなければなりません。諸君を代表して本当に政治のことに働くというよりは、金儲けの工夫に浮き身をやつす人が多い。これが議員の柄を悪くする元になるのです。政党もむやみに金を使わされますから、無理な算段をする。幸いに選挙に勝って内閣を組織いたしましても、その無理が政治の上に現れてくる。すなわち議員に疑獄事件が起こったり、政党や内閣がいろいろな非難を受けたりする原因は皆ここにあるわけであります。封じて現れきたる各階級の特殊なる要求を、国民生活の大理想によって創設し、かつ統一することを立法の大方針とすべきであります。およそ人間は不完全である。いかなる人も自己の利害を察するごとく明示に、他人の利害を察することはできません。いつの階級が他の階級に対する関係もまた同じであります。果実ある貴族が労働者の苦痛を体験するためであると称して、真夏の炎天に日や公園で草刈りを試みたのでありますが、労働者の最も苦痛とするところは、一切のそれにあらずして、両日の生活の保障を有せざる心の不安そのものであります。懐かしき同胞諸君、この度日本とイギリスとの間にマルコニー会社ビーム式通信装置の完成がありましたために、雲山万里を隔てておろう両国間において、あだかも相対するがごとくに通話をなしおることになりましたのは、まことに慶賀の至りであります。機械力によって人類の幸福を増進せんとするの努力は、過去において超速の進歩を見たのでありますが、国民間において紛争の原因と機会とを少なくし、たとえ国際的葬儀が提起するような場合がありましても、戦争に打ち通ることなく、平和的手段によってこれを解決することに達して、もって世界各国民をして恒久的平和の御宅に抑制面とするの努力も、また最近多大の進展を見たのであります。チャンスは鳥のごとし、その飛ばざるうちに捉えよ。ただ一口に電球といっても、すべての条件にかなった全くいい電球を作るには、完全な工場設備といい材料と経験の深い技術とが揃わなければできないのであります。これはちょうど高い山へ登るには、それに相当した準備と体力と経験とが揃わなければいけないのと同じことで、設備もなく技術の低い工場が悪い材料を使って間に合わせ仕事に作った電球は、たとえ値段は安くとも、
電球としての能力は全く劣ったもので。あるいはすでにその権利を得ておる人から見れば、その多くの人が同じくこれを得てその仲間に入り浸るのは、一見喜ぶべきことでないように思われるかもしれませんが、納税すらる者にもすでに、兵役のごとく重大なる義務を集めておるほどなれば、一人、反省の方面においてこれを拒むのは、決して穏やかでないと信じます。何らい納税額の多少によって、外注の別を生ずべきものではありませんから、納税の制限を撤廃することをもって、外注を打破するものということのできないのは、もちろんでありまして、ただ首相並びに政府側では、しきりに今回の提案をもって、外注打破を目的とするものであると言っておりますが、格納たちは全く他を自由の花を引くものであって、原市長のことこそかえって外注戦を挑発するものであり、また政府の言動こそかえって危険の結果を誘致すべきものであります。昔の人は苗がゆるとすぐ後から恐ろしい揺り戻しが来るから用心しろと言ったものであります。その揺り戻しを今の人は余震のことだと間違えて、いつまでもいつまでも余震に怯えております。普通の地震では最初にブルブルブルっと幾秒間の小さな前揺れがあって、その後に初めてグラグラグラという大揺れ、最初の10倍ぐらいの本揺れになるのです。前揺れも本揺れも揺れ出しの元、すなわち震源から同時に出発し、同じ道をたどってくるのですけれども、速さが違うためにかように時間の差ができるのです。揺り戻しとはこの本揺れを指すのでありまして、大地震の時はこのために家が潰れ、橋が落ちるようにもなるのですから、昔の人がこれを恐れたのももっともなことであります。余震はどんなに強くとも、最初の大地震の10分の1以下のものですから、これを揺り戻しと誤って縮み上がるようなことをしては、かえって昔の人に笑われる種となるのであります。それのみではない、隣国の関係を根本的に定めようといえば、従来のごとき方針ではとても相手になるわけのもんじゃない。それゆえに現在の内閣がいつまで続くんであるか、この方針なら自分も考えようがあるということは、確かにこの隣国も考えておるのであるから、どうしてもこれに向かっても基礎を定めるということが必要である。でいかなる仕事においても決して半年や一年で完成するものではない。どんなに少なく、中速力でやっても4年間、もしくは5年間かからなければ、一つの政治が完成するということはできない。いわんや60年間続いて、打力に打力で重なったというこの弊害を叩き破って、新たな仕事を始めるというのは、少なくとも4、5年はどうしてもかかるわけである。それゆえに我々は全国民に訴えて、この日本の体制、すべてのものの衰えておるというこの老朽した日本に活気を与えるというがためには、諸君は大奮発をして我々に現状を調べることを求める。